あの以前です、ね、関西の情報バラエティにレギュラーが出た時代があったんですけどもです、ね、そこで,です、ね、モンサント社っていう会社がです、ね、実はその別の会社に、あのー、買収されるということでニュースになってこれを取り上げるという。 あったんですね、モンサントは当時世界最大の穀物企業であってです、ね、あらゆる穀物の苗とか肥料とかあと農薬をです、ね、農家に向けて販売している企業です。で悪名高い企業でありましてです、ね、毒性の強い農薬はベトナム戦争で武器として使われたぐらいですね。で彼らが売る種は悪魔の種子悪魔の種として言われているぐらいです。 なんで悪魔の種子と言われるのかというと理由はモンサントがです、ね、開発しているです、ね、ターミネーター種子なんですね、ターミネーター遺伝子を持つ種子、でこの遺伝子を組み込まれた種はです、ね、実がなってそれをまいてもです、ね、発芽しないんですよね、つまり1世代しか成長しないので,です、ね、農家は毎年毎年モンサントから種を買うしかないんですよ。 だから本当に言えば種を買ってそれをまいて実がなったらその一部を一番いいやつをですね翌年用の種もみにすればいいんですけどそれができないんですねそういうふうにできないに一世代しかですね成長しないような遺伝子操作をされたターミネーター因子を持った遺伝子を持ったです、ねえー、ものをですねモンサント売ろうとしてたんですけども、まあ、こういう事実っていうのは 結構調べればわかるんで,です、ね、僕も知ってたんで番組中にですねあ「モンサントが今日話題になるのか」ということでなんでモンサントのですね、えー、社が買収されることがこんなニュースになるのかともうこれはもう絶対これなんですよ世界中の農業っていうのはほとんどこのモンサント社にですね独占されてるようなもんなんでですねそれ番組中に聞かれたら答えるつもりだったんですけどもところが打ち合わせでプロデューサーが僕のところに来てですね「岡田さんモンサントのこと知ってますよね」って聞くんですよ。 言ったら、ね「今日はそれは絶対に喋らないでください今日は聞かれたら聞かれたことだけ答えてくださいという,うに言われてですねも刺されたんですけどつまり今の日本のテレビではですねこのモンサントのですねターミネーター遺伝子というか、まあ、モンサンド社が持ってる問題自体はそ,あのその存在さえそういう問題があるというあの存在さえ報道されない巨大なタブーなんですよ。モンサントなんてです、ね、別にスポンサーでも何でもないんですよ。 でもそれが日本のです、ね、民放の関西ローカルの番組ですらわざわざ釘を出演者に刺すというようなうすげえだタブーだなというふうに思ったんですけど、まあ、モンサントはです、ね、現在あのドイツのバイエル社にです、ね、合併吸収されています。